はい、皆さんこんにちは、コリーナの川です。今日はですね、カスタムコンバースの、ローテックスニーカーワンスターを、簡単に雰囲気よく改造していきたいなと思います。今回用意したのが、ブラウンスエードのコンバースワンスター。これ今季ちょっと僕があのブラウンスエードのローテックスニーカー欲しいなと思ってて結構探してて、なかなかちょっと思ったものが売ってなかったりとか、日本で発売されてなかったりとかして手に入りづらかったので、だったらまあベース履き心地が良くて、まあ、履き慣れてるものを自分好みにカスタムしてしまおうかなと思って、今回、ちょっとセールになってて、あの靴自体も安くなってたので、コンバースのワンスターと、あとまあ用意したものが、これ分かるかな、染めペン。これあのファブリックマーカーって言って布とかを染め付けていくペンなんですけど、まあ、普通手芸屋さんだとかアマゾンとかでまあ入手することができます。これ使ってちょっと作業していきます。あの皆さん物さえ揃えば簡単に作業できるような内容なので、まあ、元はこれです。作業したものがどんな風に変わるのかっていうのを見て参考にしていただけたらなと思います。結構今のカスタム前だとかなり雰囲気が可愛い雰囲気っていうか、ちょっとねステッチも全部ホワイトで、シューレスもこう後ろなんで、ちょっとこう若々しいっていうか、あの柔らかい雰囲気なんですけど、まあうちの服に合うような感じで、シューレスを同じダークブラウンのもの、これも何百円かでまあネットで買えます。これとあと染めペンの使い方、ステッチのシッこれを使うことによってステッチがこう沈んで見えにくくなるんで、ちょっとこう雰囲気の違うものに仕上がるはずなので、やっていきたいと思います。用意したのはこのシューレス、シューレス最後に使います。ペンはもう最初にこうシューレスをほどいてから使っていきます。では始めてみます。あとまあステッチをこう染め付けていくので、まあ外しながらどのステッチ染めるか、全部塗っちゃうのか、ステッチ残してもいいなとも思ってるんで、ちょっとそれ考えながら作業していこうかなと思います。どんどんまあ外していきます。でタンのところとかもステッチ入ってるんで、まあ、この辺塗るかとか残すかとか、まあ、デザインしながら塗り、あの色をつけていくのはいいかなと思います。じゃあどんどん外していきます。ちょっと片方だけまず作業してみて、何も作業してないものとこう比較できるような形でこう見比べてもらえるような絵にしようかなと思ってます。これ外しました。これでとりあえず一旦これ置いときます。でどこを塗っていくかなんですけど、まずちょっと目立たないところか、あこれ使いますね、水性のファブリックペイントマーカーで、沈んであの染み込むタイプだと思うんで、どこをこうステッチ沈ませて目立たなくするかでちょっと雰囲気変わってくるんで考えてみたいと思います。で目立たないところはちょっとテストしながら進めていきたいなと思ってます。まあ、かかとのあたりとかパッと目に入らへんところで、練習したいなと思います。じゃあまずあのヒールの部分、ここステッチこう運針に沿ってペンをこう走らせていくと、これ乾燥するとこれ水性なんですけど、あの取れにくく染み込んで取れなくなるんで、まあ普通に履いていただくときに色落ちとかはあまり心配ないかなと思います。こんな感じですね。まず塗ってみたらちょっとまず染み込む前浮いてますけど、まずヒール塗っちゃいます。結構ねあのペンとあとちょっとした手先の器用ささえあれば誰でもできる作業かなと思います。でまあ、同系色で染め付けていくんで、あんまりアーラも目立たないですし、あとまあヒールのステッチ、ちょっと目立ってカジュアルだなと思うのは星の周りですね。こことかもちょっと塗っちゃいましょう。ベターっと塗るんじゃなくて、一応こうステッチの糸の感覚で点点点ってこうドット置いていってるような感じで塗っていってますね。完璧にあのベターっと塗らなくても、これが隠れるだけでかなり雰囲気変わると思うんで、やっていきたいと思います。ブラウンのその染め付けのペンってあんまりちょっとバリエーションがなくて、黒とかだとねぴったり合うんですけど、ちょっと若干浮いてますけど、元の白よりは沈むんで、透明にはもうステッチが見えないと。近くだとちょっと今浮いてますね。星の周り塗ってみました。こちらも同じように塗ってみましょう。でのちょっとこのね
斜めのラインとかはさちょっと残してもいいかなと思うんで、最後ちょっと仕上がり見ながらやっていこうと思うんで、今のところ残しておこうと思ってます。こんな感じでどん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 塗っていきます。ちょっとねカジュアル白残しのステッチだとカジュアルな雰囲気になって、まあ、それはそれで軽さがあっていいかなと思うんですけど、ちょっとこう重厚感っていうかこうスエードのこの質感に対してちょっとカジュアルかなと僕が履くにはと思ってたんで、ちょっと浮いてますね。こう色がね多分合ってないです。あんまり遠目に見るとね、あの白のステッチがなくなる分マシかなと思うんですけど、カスタム本当は色合わせたいですね。とりあえず今日はこのブラハのペンがこれしか入手できなかったんで、これでやっていきます。あとどこだろう、ヒールのステッチとかも後ろ側見た時ない方が僕の好みかなと思って、ここを塗っていってみたいと思います。はい、塗り終わりました。あとはまあこの斜めに入ってる履き口のところのステッチかな、ここも消しちゃいましょう。あとどこだろう、やっぱ絵かな、まあ紐通すんで、シュレス通すんで、まあ、見れないですけど、こういうとこはやっぱ白結構目立つんでやっていきましょう。どこ残すか結構ちょっと、まあ、あの悩むとこだと思うんですけど、まあ、全部塗っちゃうのが一番ね、まあ、ステッチ目立たなくするには早いんですけど、ポイントとしてあったらいいかなというところは残してもいいかなと思います。マーカーの色がグランドの色よりだいぶ薄いですね。あの明るいブラウンなんでちょっと浮いちゃってますね。ちょっと探せばもっと濃いダークブラウンとかあったんでしょうけど、あんまりちょっと探しきれなくて今回、まあもしかしたらもう黒のファブリックマーカーとかもっと染み込むタイプで細いやつがあるんですけど、それでやった方が良かったのかなって気もしてます。もうやっちゃってるんで取り返しがつかないんで、このままいっちゃいます。こんな感じになってきましたね。あとここ塗るだけですね。この斜めの設置を落とさせていきます。ちょっとねここの部分とステッチだけ残してもいいのか、まあ全部塗ってもいいんかな、これいっちゃいましょう。なんか迷ったらいっちゃいましょう。であとシュレス変えていきます。これはね皆さんやってはると、誰でも靴ひも通すぐらいはやってはると思うんです。まあ僕は通し方としてこっち上がっていく方の通し方ですね。なんか見た目が僕そっちの方が好き。一応僕のイメージ通り出来上がってきた感じですね。まあ、唯一ちょっとね問題があったとしたら、ちょっとペンがブラウンぴったり色が合ってなかったかなと思うんですけど、はい、ちょっと片っぽだけやってみました。こんな感じですね、雰囲気。
変わりました。ちょっとこれ後からまたもう片方もやっていきますけど、こんな感じです。どうですか。すごく、まあ、地味になったといえば地味になったんですけど、まあ、ブラウンのスエードの質感以外のものをなるべく排除して、シンプルにこう履けるスニーカーにアレンジした感じです。作業時間で言ったらもう10分とか15分ぐらいで全部できちゃう。両方やっても多分30分かからないです。皆さんぜひね、これ簡単にできるんで、だ黒のスエードとか、まあ、ペンのカラー、これちょっとこれ、布書きマーカーが本当にいつも使ってるのがブラウンはなかったので、急遽ちょっと買ってみたやつがうまくちょっとこう馴染んでないです。色がちょっと浮いちゃってますね。これがぴったりくるやつだとか、あとは黒の染み込むタイプとかだと目立たなくするんだと、それでも十分かもしれないですね。今回もぶっつけ本番でやってみたんですけど、こんな感じ。あとはもうこれ出来上がったら僕普段履こうと思ってます。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ポリーナの岡でした。この動画が良かったと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。